おさくんです。おさちゃんです。おさくんおさちゃんです。お願いします。おさちゃん、どうしたの？最近流行ってるエイペックスレジェンズっていうゲーム知ってる？知ってるよ。任天堂スイッチ版がスイッチでもできるようになったらしくて、僕学校でみんながエイペックスレジェンズやってみたよって言ってるのを聞いてやってみたいなって思ったんだ。そういえば学校でみんな言ってるね。だから今日はおさくんとおさちゃんで一緒に任天堂スイッチのエイペックスレジェンズをやっていきたいと思います。やった何？え？嫌なの？なんかちょっと、だっておさくんよく怒ってるから。いや、怒ったことないんでしょ？うん、大丈夫。やっていこう。頑張る。じゃあ今日は、まず最初に、うん、おさちゃん、プレイしてみようか。ドキドキする。できるかな？よし、頑張ろう。おさちゃんならできるよ。大丈夫。できるかな？うん、頑張ってみます。何これ？え、私のレースだ。そう、この画面は。このままでいいの？そう、そのままでレースになるよ。一緒に頑張って。ジョーさんと初心者さん。そうだね、初心者だ。私も初心者でーす。うん。狙って狙って。あ、それは味方だ。え、違うの？うん、牛。あ、それ敵敵敵。これは？敵敵敵。これ。やったー、ナイス。あー、惜しい惜しい、みんなで惜しい。あー、惜しい。どこ？そう、真ん中にいたのや。え、頑張れ。あとちょっと。え、上手この人。惜しかったね。わー、楽しみ。頑張って。僕がおさちゃんの分も頑張って、うん、キルするね。できるよ、おさくんなら。あ、味方の人がレイス使うって。僕はジブラルタルがいいな。ジブラルタル、わー、おっきい。面白くなりそうだ。なんかおっきい、キャラクター先生みたいなね。こうやってキャラクター選択画面で、うん、先にこれを使うよって教えておくと味方の人も選びやすいよね。え、そうなんだ。おさちゃん、これちゃんと覚えておいた方がいいよ。わかった。今回のチャンピオンです。ねえ、チャンピオン舞台だよ。ん？チャンピオンだった？うん、チャンピオン舞台におさくんって書いてあった。そっか、頑張んなきゃね。頑張って。かっこいいチャンピオン舞台。OK、そこね。うん。こうやって自分の行きたい場所にピンを刺すことによって、うん、みんなでこの街に降りようって決めることができるんだ。大事だね。そうすると、こうしてみんなで一緒に街に降りて、そこからバトルロワイヤルは始まるんだって。そっか、すごいね。なんか音するよ。あ、にも武器が、ふざけんじゃねえよ、マジ。舐めてんじゃねえぞ、こら。でかいんすよ。おさくん、でもまだ1回目だから大丈夫。ああ、おさくん、そんな、ええ加減にせよ、お前。名前なんじゃおらよ。なんじゃこの名前。なんじゃこのゲーム。あらあら、おさくんが怒ってしまったみたい。それを見たおさちゃんも怖くて泣いてしまったね。次回、おさくんは怒らないでできるかな？皆さんお楽しみに。